はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森夫チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは「クッシング症候群」です最初にクッシング症候群とは何かについて説明し、えー、次に副腎皮質ステロイド薬の副作用に触れます、えー、そして糖質コルチコイドの作用とその過剰症状について説明し それから具体的に免疫力低下と早症中遅炎、高血糖と中心性肥満満月用願望、続発性骨粗しょう症や消化性潰瘍、高血圧、多毛と生理不順、精神症状について説明していきます。そして記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後にクッシング症候群に関する国家試験過去問題について解説をしていきます。 えクッシング症候群は糖質コルチコイドの分泌が更新してしまう病気ということになります、えー、症候群ですから原因が様々あるわけですけれどもクッシング症候群の原因の一つにクッシング病がありますこのクッシング病というのは何かというと下垂体にできる ACTH 副腎皮質刺激ホルモンの酸性腫瘍です、えー 大量に分泌された副腎皮質刺激ホルモンによって糖質コルチコイドの分泌が亢進してしまう病気のことをクッシング病と言います、えー。その他の原因としてはですね、肺がんの小細胞がんが副腎皮質刺激ホルモンを産生してしまったり、それから副腎にできた腫瘍が糖質コルチコイドの分泌を促進してしまったりするといったようなものがあります。 えここで副腎皮質ステロイドの副作用について考えてみます。副腎皮質ステロイド薬は糖質コルチコイドですよね。えー、糖質コルチコイドはもともと体の中を流れているわけです。えー、そこにステロイド薬、ね、えー、これも糖質コルチコイドですから、これを投与することは糖質コルチコイドが過剰になってしまうということになるわけですよね。そこで起こるステロイド薬の副作用は、今回のテーマである。 糖質コルチコイド分泌過剰症イコールクッシング症候群と同じ症状になるということはきちっと理解して覚えておくととっても得することが多いということになりますよね。さあ左側は糖質コルチコイドの普通の作用で右が、えー、それが過剰に分泌されてしまった時、ね、もちろんステロディ薬として過剰に投与されてしまった時に起こる副作用ということが言えるわけです。 えー、糖質コルチコイドには抗炎症、抗アレルギー作用があるから薬になっているわけですが、えー、これが過剰に分泌されてしまうと、免疫力が低下してたり、感染しやすくなる、い感染性になってしまうということになります。糖質コルチコイドは血糖上昇作用があるわけですが、これが過剰に分泌されると、高血糖になり、中心性肥満、満月用願望などの症状が起きてきます。 糖質コルチコイドは血糖を上昇させるために糖新生をしているわけですがそのためには材料となるタンパク質の以下を更新していますから筋肉が萎縮したり骨粗しょう症になってくることになります糖質コルチコイドは胃液の分泌を促進しますので分泌が過剰になると消化性介入を起こしてきますそれから一つ飛ばして糖質コルチコイドには精神刺激作用があるので 分泌が過剰になるとうつ状態や多幸症になったり糖質コルチコイドは通常量では血圧を上げる作用はありませんが多量に分泌されると電解質コルチコイドと同じ作用も出てくるので高血圧になるということになります。それでは一つ一つ詳しく見てみましょう、えー、糖質コルチコイドには抗炎症・抗アレルギー作用があります炎症とは生体防御機構ですよね。 アレルギーとは免疫力が自分自身に炎症を起こしてしまうことですよね。えー、ということは、クッシング症候群は生体防御,防御力を低下させてしまうことになるし、免疫力を低下させてしまうことになるわけです。えー、感染しやすい医いい感染性ま医、あ、期の先生と呼んでもいいですけれども、によって感染症が増悪してしまうということになります。えー 傷が治ることを総症治癒と言いますが総症治癒の場に起きていることは慢性炎症なんですよねこの糖質コルチコイドの抗炎症作用のためにこの総症治癒が遅延してしまうということになります、はい、糖質コルチコイドは抗ストレスホルモンですから、えー、糖心性を更新して血糖値を上昇させようとしますということはクッシング症候群は えー、高血糖になってしまううとということですそのたくさん流れている、ね、グルコースはインスリンの作用で、えー、細胞組織に入ってしまいますね、えー。高血糖によって太るということです。その結果、中心性肥満、えー、満月用願望、えー、別名ムーンフェイス、ねえー、それから柳生ね別の言い方をすると水牛用脂肪沈着といったような症状が出てきますし、 お腹の肥満腹部の肥満のためにですね、えー、赤紫色皮膚洗浄がつくということになりますはい糖質コルチコイドは糖心性の材料としてタンパク質の以下を更新しています、えー、タンパク質を分解してしまう以下するので、えー、筋肉は萎縮してしまいますまたあ骨の中のタンパク質も以下してしまうので 骨形成は抑制されて骨吸収は上回るということになります。えー、クッシング症候群は続発性骨粗鬆症の原因になるわけですよね、えー。中心性肥満といってね、とか満月型願望、えー、体幹部は太いのにそれに対して四肢が細いのは緊、えー、縮や骨量減少によるわけです。 はい、糖質コルチコイドは抗ストレスホルモンですからエネルギー産生をするエネルギーの材料になる栄養素を取り込むために胃液の分泌を更新しています具体的には胃酸の分泌を促進し粘液の分泌が低下するわけです、えー、クッシング症候群になると消化性潰瘍を合併してしまうということになります、えー、糖質コルチコイドはステロイド型ホルモンですよね 通常量の分泌では決して血圧を上げる作用はありませんけれども分泌過剰になると同じステロイド型ホルモンの電解スコルチコイドと同じ作用になりますはいクッシング症候群では腎臓でナトリウムイオンと水の再吸収が増加するわけですねそして高ナトリウム結晶になります 高ナトリウム結晶になれば、そこに水が集まりますから、血液量が増えて、静脈管流量が増えて、スターリングの法則で新発症が増えて、血圧が高くなる、高血圧になるということになります。血液検査では当然、高ナトリウム結晶、低カリウム結晶ということになるわけです。はい、糖質コルチコイドはステロイド型ホルモンです。 分泌過剰になると同じステロイド型ホルモンの副腎アンドロゲンと同じ作用になるわけです。えー、クッシング症候群ではあその分泌更新により、えー、女性なのにひげが生えてしまう、多毛とかあとはあ生理が不順になるといったような症状にな,なります、はい。糖質コルチコイドは抗ストレスホルモンですから精神刺激作用もあるわけですよね。クッシング症候群では この糖質コルチコイドの過剰分泌によって過剰な精神刺激作用によって多効感もが出ることもあるしその逆に抑うつ状態になってしまうこともありますはい国家試験には確実に合格する学習方法があってこのチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています国家試験には合格必勝の法則があってそれはみんなが知っていることはあなたも知っていれば 合格でできるとということです逆にみんなが知っているのにあなただけが知らないと不合格になってしまうので LTD さ,さえしていれば絶対にそんなことがないですから確実に合格できます LTD は記憶の3原則にも有効で理解して覚える決め短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存思い出すことができる早期のことです、えー、LTD をすると楽に記憶に残るので この LTD について詳しく知りたい方は、えー、学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしてみましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、皆さんは早期の訓練をすることになるので、記憶に保存されて忘れなくなります。えー、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あそうやって覚えたらいいんだと理解することができて、とっても喜んでくれます。 その時にはぜひ、ハッシュタグ鈴木盛雄チャンネル、ハッシュタグクッシング症候群をつけてください、お願いします。最初に糖質コルチコイドの作用を説明して、それからクッシング症候群の症状を説明してみましょう。過去の国家試験問題に、クッシング症候群の患者の看護で注意するのはどれかという問題があって、えー、高血圧という選択肢があります。 そうですよね、えー。糖質コルチコイドの分泌過剰症では、えー、電解質コルチコイドがたくさん出ていることと同じになるので、えー、高ナトリウム血晶による血液量の増加による高血圧が起こるということになります。さあ、D の選択肢に体重増加というのはあります。そうですね、クッシング症候群は高血糖になって、その結果、えー、体重が増加して、 まあ中心性肥満といったような症状が出てきます。それ以外のものは関係がないということになります。はい、内分泌疾患のと症状との組み合わせで正しいのはどれかの問題の D の選択肢を見ると、えクッシング病とありますね。クッシング病は、まあ、クッシング症候群の原因の一つでした。えー、ですから、クッシング症候群の症状で考えればいいだけですけれども。 えクッシング症候群では脱毛になるわけではなくて多毛になるんでしたよね。副腎アンドロゲン、えー、分泌過剰症状と同じことになるわけです。はいえー、正しい組み合わせはどれかの2番、えー、クッシング病は脳下垂体高揚機能を更新でしょうか、えー、クッシング病は下垂体にできる副腎皮質刺激ホルモン酸性腫瘍ですよね。 副腎皮質刺激ホルモンはもともと下垂体全葉から出るホルモンですからそこも間違ってますよね下垂体の全容にできる腫瘍であるということになりますはい患者の訴えと疾病との組み合わせで誤っているのはどれかという問題があって4番胴体が太いクシム病という組み合わせがありますがこれ正しいですよね 何を言ってるかというと、中心性肥満のことを言ってるわけですね。えー、血中ホルモンの異常とお初見との組み合わせで正しいのはどれか。1番、コルチゾール低地、ね、に対して満月用願望。コルチゾールは、ね、糖質コルチコイドのことですから、えー、糖質コルチコイドが高値になって満月用願望が出てくるわけですから、これも間違いということになりますね。 はい、えー、中心性肥満を生じるのはどれかという問題が出ています。これは4番のクッシング症候群を選ぶ問題です。はい。えー、下垂体ホルモンの分泌低下により生じるのはどれかという問題の5番の選択肢に、えー、クッシング症候群が入っています。えー クッシング症候群の原因にクッシング病という病気があってそれは下垂体の副腎皮質刺激ホルモン酸性腫瘍ですから下垂体ホルモンの分泌低下で起こるものではないということがきちっと説明できなければいけない,い,けないということになります。A さん37歳女性は月経異常で病院を受診し糖尿病および高血圧症と診断された。 また、満月用願望や中心性肥満の身体所見が見られたため、検査が行われ、ホルモン分泌異常と診断された。原因となるホルモンを分泌している臓器はどれか。まずね、この,症あの状況設定問題の症状で月経異常、生理不順ですよね。それから糖尿病、高血糖ですね。それから高血圧。ね。えー でえー、満月用願望に中心性肥満ときたときにあこれはもうクッシング症候群だなということがまずり分からなければいけないんだなということになります。えー、クッシング症候群は糖質コルチコイド分泌過剰症ですから糖質コルチコイドはどこから出ますかという問題に変わって3番の副腎ということになるわけです。 糖質コルチコイドの分泌が長期に過剰となった状態の診断所見で正しいのはどれか答えは4番の満月用願望です1番の眼球突出2番の甲状腺しだ三3番の頻脈は甲状腺機能更新症の症状なので問題としてはね比較的簡単な問題ということになります国家試験には確実に合格する学習方法があります 今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してくださいまたチャンネル登録もよろしくお願いします今回も最後までご視聴ありがとうございました